こんにちは、ゆうです。皆さん、新しいチャンネルに来てくださりありがとうございます。前のアカウントはいろいろちょっと諸事情があって今動かせない状態なので、こちら新しいアカウントとして切り替えて、こちらを主軸にどんどん発信できたらなと思っています。今回このチャンネルを始めるにあたって、撮影してくださるスタッフさんと編集をしてくださるスタッフさんとチームを組んで、発信できたらなと思っているので、前は結構、ラフに撮れるペースでやってたんですけど、結構他の SNS やってて TikTok だと動画が短すぎて伝えたいことが伝えきれられなかったりとか、あとインスタはね、写真が主になので、そうじゃない、なんか私の考え方やったりとか私生活というか自分のすごいなんか自然な様子とかを YouTube ではたくさんアップできたらなと思ってます。なので今まですごい気楽にって言ったらおかしいですけど、撮れるタイミングでぐらいだったのが、今回はそういうスタッフ陣に助けてもらいながら、いつもよりもね、たくさん動画をアップできるように頑張ります。なのですごいより私のことを知ってもらえるチャンネルになったらなと思いますので、皆さん応援よろしくお願いします。そう、やりたい企画はいっぱいあるし、なんか結構質問とか TikTok もインスタの DM とかもそうだけど、結構たくさん質問いただくから、なんかそれに対してめちゃくちゃ答えたいこともいっぱいあって、 TikTok で質問返し結構主にやってるんですけど、なんか一つの質問に対して答えるのが精一杯だし、それが1分間で答えるのが精一杯だから、なんかそうじゃなくてもっと具体的に答えたいこととか、 TikTok で質問来てるけどもこれ1分じゃ言えないから答えられないっていうものも多くて、それを YouTube で答えたりとか、ライブ配信ではその場で答えるんだけど、まあ、それってその場に聞いてくれてる人しか伝わってないから、ちゃんとそのアーカイブというか動画で落とせば見たい時にいつでも見れると思うし、あとあと私のことを知ってくださった方がこう過去の動画を遡って知ることもできるので、まあ、車椅子とか例えば私だったら両足切断とかいろいろなんかこう他の人と違うことがあると思うけど、なんかそういった気になるみんなが気になることに答えたりとか、あとはもう自然になんか自分自身が好きなことっていうか楽しんでるなんか旅行とか、なんか本当にいつも結構毎日楽しんでるから、なんかそこを伝わるように、なんかよく動画だと明るいですねって言われて、それがなんか動画撮ってる時だけだって思われがちだから、そうじゃなくて本当になんか楽しんでるし明るいと思うから、なんかそれがちゃんと伝わるように、あもう本当それが自然なんやなって伝わるような、そう、旅行も含めて生活の安心とか、あと仕事をしてる様子、結構仕事みんな何してるんですかとか言われるから、どんな仕事をしてるんだみたいなとことかも押さえていけたらなと思います。本当にもうね、自分でね撮影して編集するってなると TikTok もそれやってたし、インスタも写真のこだわりが強すぎてなんか更新が遅い、自分は遅いから、それに YouTube もってなると結構億劫だったけど、でもなんかそうやってサポートしてくださる体制があれば、本当発信したいこといっぱいあるから楽しみです。なんか私がやりたい企画もたくさんあるけど、なんかその結構地方に行くことが多くて、でその度にその一瞬だけその応援してくださる方との交流もあったりとかしてすごい楽しいんだけど。なんかそれを、まあ、YouTube の企画でもって言ったらおかしいけど、他の SNS って私は結構自分が体験したこととか自分が行ってきたところとかを、まあ、一方的にこう共有というか流してるだけだけど、なんか YouTube は本当になんかみんなが知りたいことをなんか動画にしたりとか、みんな気になることに対して答えたりとか、なんか一個一個のコンテンツを結構みんなと一緒に作りたいなって思ってるから、応援してくださる方と楽しい動画が作れたらいいなと思います。なので、更新頻度もね、今まで以上に上げて頑張りますので、皆さんよかったら応援お願いします。長々とね、お待たせしましたが、ちゃんと YouTube を動かせるようになりましたので、チャンネルの再始動が嬉しいよと思った方は、チャンネルの高評価とコメント、そしていいね。え？違う？チャンネル登録か。チャンネル登録。間違えた。チャンネルの再始動が嬉しいよって思った方はチャンネル登録と
高評価、コメントよろしくお願いします。またねー、バイバーイ。